アブロ720の風洞模型アブロ720は、イギリスのアブロ社で開発されていた迎撃戦闘機。1956年に開発中止となり、実機は製作されていない。1950年代に入り、イギリス空軍は高性能の迎撃戦闘機を求めていた。当時のジェットエンジンは、非力な面があり、十分な航空、高速性能を得るために、 ロケット動力機に関心が向けられていた。イギリス空軍は1952年に作戦要求301を出し、ロケット動力も有する迎撃機の開発を求めた。これにより、アブロ720とサンダースロー SR-53-2 機種の開発が開始されることとなった。アブロ720は、ジェットエンジンとロケットエンジンの混合動力機であり、デルタ翼を有していた。 ロケットエンジンは胴体上部を締め、ノズルは機体末尾にある。液体燃料、ロケットエンジンであり、酸化剤に液体酸素、燃料にケロシンを用いるものであった。ターボジェットエンジンは機体下部にあり、インテークも機種下部に持つ。エンジンを胴体内に上下に装備しているため、胴体は縦長の断面であった。垂直尾翼も三角の形状であった。 武装は、空対空ミサイル2発が搭載予定となっていた。サンダースロー SR-53 は開発が継続されたものの、アブロ720は1956年にモックアップ段階で開発中止となった。出展、ザブリティッシュファイターシンス1912。ありがとうございます。